男旅2020第1話キャンピングカー買えるかな。皆さんこんにちは、原田敦です。さあいよいよ YouTube リニューアル後初の収録になりますが、第1回お送りしたいと思います。本日はその男旅に向けた、キャンピングカーを、今回は男旅2020車で日本一周したいと思っております。その車、やっぱりキャンピングカーでしょうと、まずはキャンピングカーを買うところまでを、まあ、このフジカーズジャパンさんにちょっとサポートしていただけたらなと思っておりますので、ぜひ期待してみてください。それでは新たな全部始まります。行ってきます。さあというわけで、原田全部始まりました。先ほども、お伝えしましたが、今日はフジカーズジャパンさんの狭山店に、来ております。まあキャンピングカー買うといっても本当にズブの素人なので、今日はもう一からちゃんと教えていただきたいなと思ってこちらの取材申し込んだんですが、今日は店長の横山さんが対応してくれるということなので、早速お呼びしたいと思います。じゃあ横山さん、よろしくお願いします。どうぞどうぞ。よろしくお願いします、はい、お願いします。横山です。よろしくお願いします。お願いします。横山さんもキャンピングカーを持ってらっしゃるんですか？そうですね、あのハイエースタイプの。あ、そうなんですね。もう何年くらいキャンピングカー、あ、所有自体も最近なんですよ。もう年が叶ってようやく購入できましたというところで、まあ、使ってはいたんですけど、はい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 、いや僕ね、本当、はい、で最近になってキャンピングカーのフェスタ行ったりとか、はいはい、あの本を書店で買ってきて調べたりしてるだけで、もう完全に頭でっかちになっていて、でも実際のものってそんなに見てないので、今日ちょっといろいろ教えていただけたらと思ってるんですけど。かしこまりました。はい、任せください。はい、でフジカーズジャパンさんは全国に今24店舗あって、やっぱ常時その全店舗で1000台以上は展示していると。そうですね、キャンピングカーの展示だけども1000台以上、やっぱり日本ではトップクラスの。トップクラス、そうですよ、トップクラスですかね。トップクラス、はい。なんかオリジナルの車等々も扱ったりとか、はい、輸入したりとかなんかいろいろされてるというか、ハイエースベースのプロトタイプの、仮装したり、はいはい、あと輸入の方もやってます。あ、わかりました。はい、ちなみにじゃあこれは、そうです、はい、こちらがもう自社ブランドです。おお、ちょっと早速中を見せてもらって。あ、もうぜひ、はいはい、いろいろご案内していきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですか？どうぞ。はいはい、はい、スライドを開けるとこんな感じで、はい、もうこの L 字のソファーがもう向けからなんですけども、めっちゃ広いですね。はい、めちゃめちゃ広いですね。で車内もやっぱ明るいですよね。そうですね、もう間接照明をこううまく使ってますんで、はいはいはい、はい、まあ、一応調光付きでもあるので、こちらの照明っていうのも、まあ、自在に室内の方でこうアレンジして調光を効かせて暗くしたり明るくしたりも。やっぱ車も LED が普及してからってだいぶ変わりました？はい、そうですね、変わりましたね、うん、はい、もうそれが主流になってますんで、はいはい、まあ、LED になるとやっぱりいいポイントっていうのが まず消費電力の部分。そうですよね、はいはいはいと、まあ、もうそもそも明るいと、うんうん、いう形で、はい、あとはまあいろんなカラーがあるんで、まあ、白っぽい LED もありますし、はいはい、こういう暖色系もあって、うん、僕個人的にはこういう、もう明るみのある、うん、照明の方がなんか、まあ、室内夜間とかするんじゃないのかな、はいはいはい、で後ろ部分が一応その、はいはい、まあ、いわゆるキャンピングカーの設備ですよね、うん、まあ、ギャレー周りになってるんですけども、はいはいはい、まあ、こういった形で開けていただくと、まあ、ちょっと可愛らしいサイズではあるんですが、シンクと、あ、はいはい、ちっちゃいサイズ、かわいいサイズで、はい、で一応その流しの下に大体ついてるんですけども、はい、あのお水のタンクが、はいはい、清水排水とあります。こちらに関しては10リッターですね、うん、10リッターずつついてますので、はいはいはい、こちら水を入れていただいて、うん、はい、使い終わったものが排水の方に流れるという形で、隣が冷蔵庫ですね、はい、バンと開けると、うん、結構それなりのサイズで40リッターついてますね、はい、でなんかね、はい、本とか見てると、はい、そんなに冷蔵庫とか冷凍庫って使わないよみたいな、結構だから電源切ってる時間も多いので、そんなに使わないよっていう、はいはい、あの話もあるんですけど、はい、まあ、逆に、まあ、これぐらいのコンパクトな感じだったら、はい、なんかいいですよね。そうですね、はい、あまり大きすぎると今度やっぱり電気消費しちゃうんで、大体こういうハイエースタイプぐらいだとこの40リッターぐらいが標準が多いです。はいはい、はい、うん、
実際に使えるんで、うん、冷蔵庫に関してはうまい使い方していただければ、はいはい、実際まあこういったキャンピングカーで出かけてもらったら、まあ、夜ビールの1本は2本飲みたいじゃないですか。あ、ね、それはそうですよね。夫婦で好きな方も結構いらっしゃるんで、はいはいはい、まあ、それを冷やしてもらってとか、はい、まあ、あとはお土産が出たらそれをちょっと冷やした状態で持ち帰ってくるとか、さまざま使えるんで冷蔵庫は結構、うん、ご要望多いですけどね。あ、そうなんですね。お客様からしても、はい、もうね、なんかやっぱね、頭がでっかちになってるんですよ。いろんな資料とかね、日本一周された方のブログとか見たりとかしてて、そうですよね、いろんなネットのショータイム取り込んじゃうとなかなか追い聞かなかったりするんですが、ね、 そ, まあ、そういったお客様の直の声を、はいはい、私の方でね、あのフィルター返してお話できればと思います、はい、おー、いっぱい止まってますね。ありますよ。100台ぐらいはうちも展示あるんで。あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっと車紹介していただいてもよろしいですか。あ、はい、はい、じゃあご案内してきますので、はいはい、いっぱいあるんですけども、まあ、その中でもまずちょっと上から行ってみましょうか、ね、上から、上からだいぶお高いんでしょうね。そうです、はいはい、こちらなんですけども、はいはい、もうずらっと並んでるんですが、この車何かと言いますと、輸入車なんですけども、はい、まあ、イタリアのフィアットのデュカトという車をベースに、まあ、仮装しているものになります、ね、はい、まあ、その中でも、まあ、一番 見ただけでも分かるかと思うんですけど、大きい。でかいですよね、ちょっとひときわその2台がでかいですね。こちらからちょっと、はい、ご案内していきます、ね、あ、よろしくお願いします、はい、お願いします。ちょっと開けていきます、ね、はい、はい、いいですか、なんか。おー、お願いください。おー、すごいな。あ、広っ。後ろも全部ベッドです。もう。これ何人ぐらい寝れるんですか、これで。後ろでもう3人、もう大人の方で3人、はい。しかも余裕ですよね、これね。そうですね、はい。ゆったり寝ちゃいます。で、下は、これは、荷物入れ、そうですね、両サイドと、はい、まあ、あと、一番最後方は、収納のスペースになってるんで、はい、はい、はい。で、後ろ側から、まあ、外側から両サイドも開くので、はい。まあ、そこからもう、自転車とかも、ちっちゃいバイクとかなんか入っちゃうぐらいの容量ですね。はい、はい、はい。ちょっと、いいですか、扉とか開けさせていただいて。あ、いいですよ。これは、これはちょっと、あ、そうですね。ちょっとロックが結構、キャンピングカーの場合。そうですね、逆にロッカー前と走ってる最中にいろんなものがバカ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 落ちちゃったりとか、はい、こちら、はい、バーナーも3つも使うんですかね。このぐらいの、ね、大きい車になるとそうですね、はい、シンクも広いですよね、はい、広いですね。こっちがトイレ、あ、トイレルームになります、ね、はい、あ、シャワーも、はい、広い。あと温水も出ます、ね、あ、そうなんですね、はい、温水も出ます。温水、ボイラーもあってヒーターもあって憧れです。やっぱそうですよね、勤められててもやっぱなかなか高嶺の花ですよね。そうですね、これは、ね、所有できる、はい、従業員とかいないと思う。、ね、あ、 ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます、うん、いや、なんかすごいですね。憧れるわ。ね、でもまあちなみにお値段の方はおいくらぐらいかなと。はい。ちょっと税込みで本体価格が970万。ええ。もう地方だったら全然ちっちゃい、まあちっちゃいというか地方だったら家買えますよね。家買えますね。家買えちゃいます、ね。一応オプション入れて、はい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 、ベース車のオプション入れてこちらですね、1000万飛び14万諸費用と別途別途です。すごいな、車がずらっと、はい、並んでますね。あー、ヨーロッパの方が、まあ、こんなね、車も買えたらいいですけど、はい、ちょっともうちょっとお値段的に優しい額が欲しいかなという感じなんですが、そうですよね、うん、であれば、まあ、ハイエースタイプ、はいはいはい、まあ、先ほどご紹介しましたけどもありますし、はい、まあ、あとはトラックタイプの中古車とか、はい、まあ、当社あの新車の、まあ、仮装もそうですし、輸入もそうですけども、まあ、中古車の展示の量っていうのも、はいはい、ありますので、はいはい、はい、じゃあちょっとそっちの方を、ええ、わかりました。でも僕もね、なんとなくこの前のキャンピングカーフェス見に行った時に、まあ、新車ちょっと難しいかなと正直思っているので、ええ、まあ、なんか
まあ手頃な感じのものをちょっと紹介していただけたら。そうですね、最初なんで、はい、中古からもうハマってもらっていずれは新車っていう、まあ、段階の方が多い。そうですね、はい、はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。お願いします。大丈夫、この足で歩いて行けるから、僕は一人じゃない。認めたくないんだ、ここに留まってる自分を。生まれてきた意味、生かされてる理由、何一つ。